はいどうも花見です。では学園祭の王子様ですね、新しくやっていきます。でね、もうすべてじゃない、嘘学校をね一人ずつやっていこうっていう話で、もう丸じゃないハートがねちょっとついてるんですけど、まあ、唯一やってない青春学園、まあ、主人公校ですねを、まあ、やろうって思います。でこれ誰にしようかなってもうね本当に悩んで、アンケート取ればよかったんだけど、ちょっといすぎるからアンケートもねちょっと9人、あのツイッターだと4つまでしかねアンケート枠がないから、ちょっと無理だなみたいな、もう考えようって思って、で決まりました。あの本当はねちょっと気持ち的にやりたくないんだけど、公式が今まさに映画龍馬で公式がああなっちゃってるんですけど、龍馬くんをねやろうかなと思います。で公式がああなってるっていうのは、あの、ま、映画龍馬、ま、もうほとんど見たかと思うのでちょっと言っちゃいますけど、ね佐久野ちゃんが出てくるんですよ。で佐久野ちゃんともとてもとてもまあ本当に可愛いヒロインだなという感じなので、まあ、部外者の私が入ったらいけないんじゃないかって思うんだけど、ちょっとごめんね誘惑に負けてしまって、あと普通にストーリー気になるんでやらせていただきます。で広瀬すずかね、これいつも通りです。これでよろしいですか。はい、また夏がやりますよ。もう8月19日でしょもう覚えちゃったわもう何回見てんだろうねこれ。テニス部担当に選ばれちゃったっていうけど、さすがにテニス部ってなんだかすごいところらしいって聞くでしょ、もう全国大会行くんだぞ性格は。話噂ぐらい聞くやろ、同じ学校だったらあんま聞かんのかな。でもやっぱそうかな、部外者の部活、その部活に携わってないとあんまやっぱ聞かないか話は。全国に行こうが行かまいが、そうやんなそうやんなって言っちゃったはい、土曜日です。初顔合わせの日ですね。いつもの広瀬の部屋。今日は運営委員会としての初仕事、なんだか緊張するな。誰が有名なんだろうね。やっぱテニス部の、声楽テニス部ってさ、9月の3日4日ね。はい。手塚とか絶対有名じゃない？学年問わず手塚、あれ生徒会長ってのもあるけどね。生徒会長ってのもあるけども、なんか人間的に有名な感じがするけど、ここが会場。よし、初ミーティングやりましょう。全員集まったよ。来た来たいい声ですね相変わらず。うおー、白い背景に白い服。おおよそのことは聞いていると思うが。おおよそ、いつ聞くんやろな、おおよそのこと。全国大会に出場するテニス部が主導となって合同学園祭を開催することになった。はい、面白そう面白そう、すごいな。全国大会前だぞ。普通はテニスしたいんですがってならんの くだらねこれ正しい面白いな。おお、海道薫、人数多いですからね、9人いますから。あ、来た。あ、かわいいかわいい。さっきから気になってんすけど、はい、テニス部員じゃないのが一人いるっす。あらあら、いいとこに気づくじゃない、リョーマくん。ああ、紹介が遅れた彼女は学園祭の運営委員で、はい、2年の広瀬静香です、よろしくお願いします。彼女は我々テニス部の担当だから、学園祭の準備でいろいろと助けてもらうことになるだろう。もう9人もいるんだからいらねえだろ広瀬ってなるよね。あの3人とかの不動峰とか山吹とかさ、あのルドーとか3人しかおらんから、まあ、裏にいるんだけど、結構人数はいるけど、声楽ほどのさ、あの声楽人数いるからもう正直運営員いらんのとちゃうみたいな、乾がやってくれるっしょって思うけどなでは学園祭の詳細について大石と運営委員に説明してもらう。おいっす、おいしい大石いい声だな。
今回の合同学園祭は地域振興を目的としてアトベ、サカキ、両グループによる出資で開催される。なんか呼んでんのなんか呼んでる感じするけど、なに藤先輩、なにうんってなってんの。アトベ、サカキみたいな。アトベとサカキやっぱそこか、協定のそこにみんなうんってなるね。全員、すべての学校がうんってなるね、そこの単語で。ああそうだ、それってなんか怪しくないっすか龍馬くん、アトベに、まあそっか、まず全国大会前だから龍馬 VS アトベはまだやってないんだよね、この龍馬くんはね。全国大会後だとだいぶ仲良くなってる感あるけどね。そうそう来た桃城たけしマジ面白い。あのアトベってやつなんか企んでそうじゃないですかいやいや、お前ら後々めちゃくちゃ仲良くなるからな、桃城、お前アトベとみんなアトベと仲良くなるからね。新手に大概みんなアトベと仲良くない。いや別に下心があるわけじゃないみたいな。下心、その点は心配しなくていいやっぱ全国大会前のアトベってさ、信頼ないね怪しいやつめみたいな。でも手塚戦見たらさ、結構まあそう思うかもね。だって手塚のその肩を壊そうとしてた男だからさ、やっぱり警戒するような性格からすると。それ以来会ってないもんね、アトベとは。そりゃ嫌なやつだなみたいな。なんか爽やかそうに試合は終わったけど、アトベのその試合の作戦結構えぐいから嫌な思い出だよな、性格からしたら。ただ何、ただなに、おー、タカさん寿司屋のタカさんふふ学園祭に参加する各テニス部員に模擬店の出店が義務付けられているね、うん、くだらねえ、全国も近いってなそんなことやってられるかもうもっと言ってやれ、カイドウ。そうだ、もっと言ってやれ、当たり前だ。まあ、そういうな、そういうないや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 、もうカイドウのこの言葉もまさしく、全国も近いってのにんなことやってられっか。ほんまやで、ほんまやで。あと自由参加でもう話そらした、広瀬広瀬は聞かないぞ、カイドウの言葉聞かないね。アトラクションもあります。アトラクションって何。もう全然カイドウのご意見誰も聞かんな。歌とか演劇とかそういう出し物なら何でもいいんです。へー、面白そうじゃん。すごすぎだろうが、菊丸エイジ。いや普通はカイドウの反応するよな全国に向けて練習させろよ、その時間を、みたいな。それから模擬店とアトラクションはコンテスト形式になっています。それって勝負ってことですか。お前ら単純だな。ほほう、勝負と聞いちゃ黙ってらんねえな黙ってらんねえよ。なんだお前ら受け入れんの早すぎだろ。関東大会の借りを返そうってつもりなのかな。察したね、藤先輩。そうよ、アトベ敬語はそのつもりでやってるからねよく、それでもおかしいだろって。テニスで借りを返せや何よカイドウ。面白いそういうことなら返り討ちにしてやる。いや、なんで寝返ったんだよお前意見を変えるんじゃない、あの意見貫け、カイドウ変わる。穏便に行こうよ、穏便に。なんでみんな受け入れちゃった勝負と聞いた時点でもうこの人たちダメだ、もう全国大会を忘れてしまったね。模擬店は各学校のテニス部単位で3店舗まで出店できる、はい、成績優秀な、つまり売り上げの多かったテニス部には補助金も出る。いや、ありがたいね。声楽は別にね、不足はないだろうけどね、結構裕福な学校だし。部の名誉がかかってるのか、これはちょっと頑張らないといけないかななんかすごいな、なんかここのさ、補助金が出るみたいなことをさ、まあみんな言うけど、他の学校も
なんかやった、部費が賄えるぞっていう学校もあればさ、まあ、こうやって声楽は部費に困ってないからさ国もう部の名誉の方を優先するからね。すごいな、学校によって欲するものが違うね。補助金が出るのはありがたい。ああ、犬ちゃんと言ってくれるんだ。あ、そっか、犬まだ出てないね、ずっと黙ってたんやな光るな。部の予算が増えれば新しい訓練メニューが組める。あ、まあ、声楽も私立とはいえやっぱりカツカツなのかな、どうなんだろうね。もう素晴らしい子と思ってるけどね。アトラクションの方は学校に関係なく自由にメンバーを組んで構いません。自由に？他の学校と組んでもいいってことは声楽テニス部のメンバーと勝負するってこともあるわけか。うん、まあ、へえ、面白そうじゃん。すごいな、何でも面白そうじゃん。おいおい、そんなに大げさに考えなくていいよ桃城すぐ戦おうとするな。あくまでも各テニス部の親睦を深めることが目的なんだから。そうそう、そうは言っても勝負は勝負、やるからには負けねえっすよ。すごっ、テニス部が全国大会前だということをこの人たちはもう忘れてしまったね、この会議でしょうがないな。それとアトラクションの優勝チームには賞品が出る、うん、なんとウィンブルドンのチケットと航空宿泊券だってさもうこれは誰がテンション上がるんだこの言葉に。ひゅー、そいつは豪勢じゃん。大きく丸がこいつは負けらんねえな、負けらんねえよもうダメだ、もう練習忘れちゃったね。校内ランキング戦以来の真剣勝負。何言ってんだ、テニスじゃないぞ。だからそんなに熱くなるなよ。いや、おめえが一番熱いんだよ、分かってるよ。ほいたかさん、ラケット絵じゃねえよ、分かってんだろ。うおバーニー立ち絵、おめえだけ変わるなよ俺は負けねえぜ、かかってこいベイビー。和太鼓ですからね、タカさんは。おい、広瀬を怯えさせるんじゃないよ。ああ、驚かせちゃったかな。タカさんはラケットを握るとちょっと性格が変わるんだ。ちょっとやそっとじゃねえだろ。ちょっとですか。質問、テニス部以外の人はどうするの。他の生徒は普通の学園祭と同じだよ。模擬店や展示をやる。いや、他の生徒のこと言ってんだ、ここでしっかり。今回の学園祭の主役はあくまで我々テニス部。はいはい。部の名誉を傷つけることだけはする。その他の生徒は何、アトラクションやらないのかな、参加権がないのかな。ところでいいのに、さっきから何書いてんの。うん、これが今回の学園祭のスケジュール。おお、乾の字、乾の字が見えるよ、みんな結構かっこいい。8月22日、つまりあさってから9月1日までが準備期間、2日が慰労会。カクカクした字書くね。学園祭は9月の3日と4日に開催される。はい。日曜日はともかくとして31日が空いているけど、夏休みの宿題が残っているものもいるだろう。その配慮アトベなりの配慮なのかな。やるほど。誰やってないんだろうね、声楽では宿題やってない人って。スケジュールの細かいことやその他は今から配るプリントに書いてある。はい、各自よく読んでおくよ。よいっす。では解散9人いるからな。テニス部の人たちって個性的な人が多かったな。あさってからみんなと学園祭の準備か。いや、主に個性的っていうともうタカさんしかいねえだろ。いきなりバーニングかますからな。広瀬の個性的な人はもうタカさんでしょ。大変かもしれないけど頑張ろう。いやー、龍馬くんだから初めて1年生後輩になるわけよね、この今回のね実況の中では。さて、いよいよ今日からね頑張らなくちゃ。さてと、まあ、早速会場行きましょうか。お、誰誰誰誰
おー、すごい。あ、藤先輩だ。声かけようかな。おはよう。勢いがすごいな、このおはようございます。おはようございます。いや、早いね。おはようって返さないよね、ここの人たちってね。いやーつか、早いねとかね、そういう返しだけだよね。おはよう。では我が声楽テニス部の出展する模擬店を決めた。どうやって3つに分かっちゃったんだろう、分けちゃったんだろう、ね、司会を頼む。司会分かった。おいっす。まずこの模擬店は我が声楽テニス部の名誉がかかっている勝負であることを忘れないでほしい。すごい。ガチだこの人たち。分かってるっすよ。最も売り上げの上がる模擬店は何か、そこが問題だ。そうやな。何かアイデアがあるものはいないか。寿司屋なんてどうかな。タカさんに握ってもらってさ。もうすぐ寿司になるじゃんこの人たち。お、それいいっすね。高えだろ単価が。あ、難しいと思うよ。衛生面もやばいだろ、炎天下だぞ。寿司のネタの保存とかもあるし。第一、俺だけが寿司を握るわけにいかないだろう。本当だよ。間違いね。あとタカさんはまだ寿司握れないからね、あの修行中の身だから。寿司の握りはかなりの修行が必要なんだし。そうだよ、そうだ、タカさんは一番分かってんだよ現実を。ああ、そうか。当たり前。当たり前体操すぎる。ありがちだけど喫茶店なんてどうすか。あ、龍馬くんが。だから龍馬くんよく学園祭のこと知ってんね。ついこの間までアメリカにいたのにさ。え、なんすか学園祭ってみたいな。日本の学園祭知らないでしょ。客の回転率、商品の単価、悪くない選択だ。回転率よ、悪くない喫茶店って。面白そうだね。軽食だったら僕も作れるし。マジで。ドリンク類は俺がいろいろと開発。やめろやめろ。やめろ、どっか行ってくれ。ちょっと待って、事故る。衣類本気じゃないだろうな。食中毒。食中毒者がめちゃくちゃ発生してさ、アトベが主催の学園祭がめちゃくちゃニュースになりそう。なぜだ、合理的な判断だと思うが。こいつも本当に何本当に頭いいの。訴えてる、目で訴えてるよ。まず喫茶店ですね。あと2店舗用意できますが。まずいぞ、乾先輩すっかりやる気だぜ。一緒にやりたくないと。そうだな。マジ嫌われてんじゃん乾。大丈夫かよ乾。なら俺たちで何か別のアイデアを出さないと。仲良しじゃんお前ら、どうしたんだよ。金魚すくいってのはどうだ。なんでなんで。おお、お前にしてはいいアイデアだ。なんで金魚すくいになったの、なんで。それ褒めてるつもりか。まあいいや。なんで金魚すくいになったの。はい、俺とカイドウで金魚すくいをやります。お腹いいじゃん、どうしたんだよ。あ、それいいね、俺もそっちに参加するよ。おい、タカさんも乾と言いたくないってか。金魚すくいですね、わかりました。はいはいはい、俺は綿菓子やります。みんな一気にバラバラだな。ついこの間までやってたさ、ルドルフの水木はじめんところはさ、水木はじめにみんな従う学校だったから秒で会議終わったけどさ。ここ意見出すね、意見出す学校だね。うん、それもいいな、俺も一緒にやらせてもらうよ。なんだすごいな、ここは意見を出し合う学校だな。水木に任せるよみたいな。そんな学校じゃねえな、すごいな、みんな自立してんな。俺もそうしよう。マジで、え、なんで綿菓子にしようとした。綿菓子ですか。え、誰も突っ込まねえな綿菓子について。え、手塚が綿菓子みたいな。そう、誰も突っ込まねえな、優しい世界だな。ほんと綿菓子ですか。これで3店舗ですね。手塚はそっちに行っちゃうのか。そうなると喫茶店が2人じゃちょっと辛いな。一人残ってるじゃないですか。ん、え、俺。でも俺料理とかできないっすよ。発案したやん喫茶店って。
構わない。ウェイターとか他にもいろいろと仕事は。いや3人できつい。え、荒井は、荒井どこ行ったんや。荒井行けやん。林荒井行けやん。どこ行ったんやって。いろいろと、ま、やめろ。新さては新係だな。保留とかどうしてんだよ。カチロウカツオ、おい、みんなどこ行ってんだよ。うん、レギュラーだけの模擬店じゃないだろ。それぞれの模擬店ちょうど3人ずつ、これでいいんじゃない。その後他の部員を振り分けていくのかな。まずレギュラーで決めてみたいな感じかな。うん、決まりだな。では乾、富士、越前が喫茶店、桃城、カイドウ、タカさんで金魚すくい。もうすごいね、性格ってなんか無難な学園祭するね。俺とエイジ、手塚が綿菓子屋。手塚みたいな思わないんだな誰も。了解です。なんか納得いかない。いや自分で発案したじゃん。無難なんかありきたりっすけど、喫茶店どうすかって言ったやん。自分で言ったんやから。喫茶店がいいって言い出したのはお前だからない。そうだぞ、そうだぞ、発案者は責任を持て。覚悟決めな。そうだ、チュー。チュー。それじゃあ運営委員会の方に以上の報告お願いします。了解です。わかりました。ではこれでミーティングを終わる。解散。です。さあ委員会に報告に行かないと。めっちゃあってごめんね、3つも出すねんこっち。3つフルに出します。性格は模擬店の申請は以上になります。すごいなって思ってんのかなと。わかった、ご苦労。3つも出すのかよみたいな。3つまで出せるって言ったけどよみたいな。性格マジ容赦ねえなみたいな。場所の振り分け大変なんだぜって思いそう。さて報告も終わったし、みんなの様子見てこようかな。さてどこに行こうかな。今日はね龍馬くんなんでね。おー、もう話す回数3回あるね。もう9人もいるから、いやーもうありがたいですね。これでさ、あの下がることはないくなったから、ダウンして、あの密にいるから。3人の学校ってマジでみんな大集合することが多いからさ。よし、早速話しましょうか。龍馬くん、よし。普通の会話や。越前くん今いいかな、ちょっと聞きたいんだけど。おい、越前様が今テニスしてんだから邪魔すんなよ広瀬。越前様が、まあ無難に学園祭にしとくか。無理、あ、またにしてくれ。ごめん。しかも年上に対しても全然敬語で話せねえな越前龍馬。そう、またね越前龍馬。全然敬語で話さねえなこの男、さすがだぜ。あとさ、あのまああの今収録してる日付なんですけど、実はあのこないだあの10月10日のあのテニプリ20周年のイベントに行ってきまして、でその後に今収録してるんで、めちゃくちゃ声楽にも愛着が湧いてる状態なんですよ。もうキャストさんがさ、声楽大集合だったから、もうめっちゃ面白い。3時間マックスでめっちゃ面白かったから、もうなんかね、キャップと瓶に特に今愛着が湧いてるんですけど。もう面白たけし見るたんびに思う、笑えちゃうんだけどね。まあ話に行こっかな、面白たけし。いやもう絶対食べてるじゃん、なんか。やばいな、イベントっぽいな。あ、違うね、普通に普通だ。ももしろくん、お、そっか同級生だもんね。よ、どうした。やば、知り合いじゃん、もう絶対知り合いじゃんこれ。すでに知り合いだな。学園祭悪いな、これからちょっと行くところがあるんだ。あ、そうっすか、すいません。はい、そうなんだ、それじゃあまたね。マジ面白たけしも見るだけでちょっと今笑えちゃうぐらいだわ。ダメですね。よし、じゃあまあどうしようかな、手塚にでも話そっかな。じゅんぐりにね、9人なんで話していこうかな。お、かっこいい、手塚。手塚先輩、お前か。あ、ちゃんと覚えてる、優しいわ。学園祭、学園祭についてこれ仕事なんで話してくれますよね。悪いが今は手が離せない。
後にしてくれ。どれも話してくんねえな。あ、はい、失礼しました。まあさすが多忙な性格ですね。でも学園祭の話ぐらいしてくれてよくない？広瀬の仕事なんですけどってなる。あ、金魚すくいブースの下見の時間だ、急がないと。そうか、3店舗見回らなあかんからめっちゃ忙しいよね。あれ、みんなはまだかな。おい、遅刻か。おい。はいはいはい、びっくりした。このエリアが俺たちに割り当てられたブース。え、待って、え、カイドウ香織しか来てないの。あ、はい、そうです。え、他の2人は。あ、来た来た来た。へえ、結構広いな。ほい、そうですね。それはそうと、金魚ってどこで売ってるんだろう。あー、金魚すくいの金魚ってどこなんだろうね。言われてみりゃそうだ。何にも考えなかったのね。とにかく乾から逃れたかったもんな。あと金魚すくうあれ、ぽいぽいぽいだね。タカさんよく知ってんね。なあ、あれぽいって言うんすか。知らなかったぜ。紙紙みたいな、輪っかの紙みたいな。金魚にぽいか。後で委員会の方に手配できるか聞いてみてくれないか。広瀬仕事3つもあるもんな。3店舗だもんな。わかりました。あとは屋台だな。金魚を入れる水槽と屋根、それにパイプ椅子ってとこかな。うん、屋根はテントを借りればいいっしょ。パイプ椅子も借りられるし、うん、あ、そうだ、それに金魚に酸素をあげるポンプもいるな。あ、やっぱあれいるんだね。これはうちに予備があるから持ってくる。マジで、さすが水槽を保有している家だな。さすが寿司屋っすね。え、もう大石も持ってそうやけどな。アクアリウム好きじゃん大石。わかりました。水槽は多分引退の倉庫にあったと思います。よく倉庫にあるって知ってるね。もう見に行ったんだ倉庫。あと水漏れを防ぐブルーシートも。水漏れを防ぐ、ほう。借りるもののリストは以上だね。それじゃあ委員会に報告頼むよ。はいはい、はい。へえ、頭いいねみんな。夕方の喫茶店の下見まではまだ時間あるよね。うわ大変。すげえ大変じゃん。やばいね。見に行こうか。ここがまず金魚すくいね。スペース的には十分な広さが取れたな。やっぱ争奪戦なのかな、委員会運営委員同士でさ、ここ欲しいですみたいな。ここ、ん？何？あ、団体地か、もしかして団体地か。かわいい子見ーっけ、ラッキーだな。なんだよ、お隣さんじゃねえか。あの、君みたいな可愛い子に出会えてほんとラッキーだな。お隣さんをナンパするな。あ、あの、今度デートしない？助けて手塚。いきなり言われても困ります。すごいね、戦国さんがすごいわ。メンタル強すぎるでしょ。残念、じゃあまた今度ね。本当に残念がってんのかなって思うよな。断られる率が高いからこの人も慣れっこそ、断られるのも。何だったの今の人。こういうのあるんだ、ここにおるじゃん。もうお隣さんなんだから仲良くしてくださいよ。ここ綿菓子屋ね。綿菓子って小さい子に人気が出そう。うん、まあ1店舗あると嬉しいよね。広いよね。山吹のもんじゃ焼き屋ね。で、中の、喫茶店ね。一回ね、運営員なんで見に行きましょうかね。広いよね。何？はい、いろいろ見つけちゃうね。何？うわっ、スパイだな。君誰？ごめんなさい。中まで入ってくんなよ。外から見て、せめて。おい、山吹ばっかやな、さっきから。山吹いかんな、ちょっと言いに行かないと。南さんにちょっと文句言いに行かないと。山吹の人がすげえ正確にちょっかい出してきますって。
喫茶店もまだまだこれから頑張らないと、まだまだっていうか、なんでもう木材運ばれてんだよまだまだ、今決まったばっかやん、ここのスペース使うって。おいで。お、ここにいるね、龍馬くんは。プールは入れないのね。よし、まあ、ちょっとね、お時間がいいとこなんで、今日はここで終わりたいと思います。で、次回ね、ここから話すところからやっていきますマジ、イベントやった後にやるとすげー楽しいね20周年イベントね東京ドームシティホテル、シティホールでやったやつめっちゃおもろかったからな。やっぱ声楽っていいね。残しといてよかった、最後にタイミングがバッチリだわはい、じゃあ次回もお願いします。ご視聴ありがとうございました。